日本の皆様、こんにちは、こんばんは。大光善と申します。このチャンネルに来まして本当にありがとうございます。僕はね、1992年から2000年までその日本鳥取大学医学部米子でね、勉強と勤めました。その後にね、一時的に、ね、3年間中国北京の、ね、北京大学 の、 医学部教授として捕まえしてますけど、あとね、カナダ移民しましょう。その移民してたからね、宗教信用、人生の意味をね、その本当に社会 の、 変化にね、医療とかね、に関心しましたので、それがこの神学院 の、 勉強中、ね、神様崇拝の資格をね、買いました。この疾患 の、 実際はこの、我々のご存知ように、もしも多分聞いてますので、この聖書のベーブルあります。このベーブル の、 内容、その中の真理をね、まとめた形での書いたので、それがね、ここの章のになされてますので、今読んでるのは最終の回、最終の章がね、ここの章ね、この章です。テーマはね、聖一体の神、私たちの主に対する称賛です。で、その今は読んでいます。で、ご注意してください。ああ、私の主よ、私はまだ父と子と聖霊をね、賛美します。父は称賛は、あなたは私たちの私たちの子、本当の神、私たちの主を与えました。息子はただえ、あなたは私たちのための勝利と救い、であり、その聖霊はただえ、あなたは何百人、何百万人もの、もの人々はね、こうします。その息子は本当の神をたたえ、あなたはすべて の、 幸福の原点である。すべての人々は戦勝を着て、父子と聖霊を称賛する、アーメン。それ以上でね、その第4章をお渡ししました。実際はこの神の崇拝する鹿をね、以上で全部終わりました。本当に最高までご清聴をくれまして、本当にありがとうございます。好きでたら、他の友達とか伝えてください。もし、本当にこのチャンネル登録されれば、ご幸いです。まだね、